卵巣。卵巣、卵巣、ブルー、グリーン、アルジー、または、藍色細菌、卵色細菌、サイオンオバクティリアは、光合成によって、酸素を生み出す、酸素発生型光合成細菌である。単細胞で浮遊するもの、少数細胞の集団を作るもの、糸状に細胞が並んだ構造を持つものなどがある。粘樹藻などの一部のものは、 感点質に包まれて、肉眼的な集団を形成する。真核生物ではないが、慣習的に、卵巣、ブルー、グリーン、アルジーとも呼ばれる。藍色細菌はその名の通り、青っぽい緑色、つまり藍色をした光合成細菌である。酸素非発性型の光合成細菌である。黄色細菌、緑色細菌などと同様、菌体や、 培養液の色に由来する寛容名である。あまり大きなものはなく、顕微鏡下でのみ観察できる。単細胞単体のもの、少数細胞が軍隊的に集まったもの、細胞列が糸状に並んだものなどがある。史状細胞には、偽分子するものと真の分子をするもの、ステゴネマルイがある。細胞外に、寒天質の鞘などを分泌してより大きな集団を作る例も知られる。 また、一部には、休眠細胞、アキネート、連鎖体、ホルモゴニア、異質細胞、ヘテロシスト、内生方子、ビウスイートなどの細胞の分化が見られる。細胞には、細胞壁、ペプチドグリカンと脂質を含んだ外膜があり、グラム染色性陰性菌に分類できる。弁毛を持つものはないが、線毛、線毛ではないを持ち、単細胞で運動するものや、 未知の宿で市場細胞が活発に滑走運動を行うものがある。揺れ物名はこれに由来するが、その運動の機構は十分にはわかっていない。窒素固定をするものがあり、ヘテロシストを形成してその細胞だけで窒素固定をするものと、ヘテロシストのような特別な細胞分化をせずに夜間にすべての細胞が窒素固定するものなどがある。幻覚細胞であり、細胞内には、 他の藻類に見られるような細胞小器官を書く。細胞内には、光合成の名反応を行う、チラコイド膜、炭酸固定を行う、カルボキシソーム、有機窒素の貯蔵用のシアノフィシン、臨貯蔵用のポリリン酸化粒などが存在する。形態分類と系統による分類が一致しないことが多く混乱している。従って、種証明は未決定。 sp となっているものも多い。俗名は、一応、フランスのパスツール株保存施設、PCC が整理しており、多くのデータベースがこれに準拠している。ここでは、大まかな分類群について述べる。海水、海洋、沿岸や淡水、河川、湖沼中に多いが、砂漠も含めた陸上で増殖するものや、動物や植物と共生するものもあり、 地球上で非常に広く分布している。夏場に淡水で発生する青子の中には藍色細菌が大量に発生した結果引き起こされるものもある。この中には悪臭の原因になったり毒性を持つ種も含まれる。海水に広く分布し地球の光合成生産に大きな貢献をしている。海洋性のシネココッカスやプロクロロコッカスは特に暖かい海に多い。 1988年に発見されたプロクロロコッカスは地球上で最も多い光合成生物と言われている。赤潮を起こす種類などもある。年中も族のイシクラゲなどは湿った地上にキクラゲのような姿で発生する。食用にすることもできる。この仲間は乾燥体制が強く何十年も乾燥状態で休眠できるものがいる。また、 砂漠の砂土の表面でも増殖し、氷土を固定する役割を果たしている。温泉には、高熱性の種が生息している。知られている、最も高い増殖温度は、摂氏73度という。また、南極や北極海でも生息が知られている。一部の種は、他の生物と共生している。アナベナは、赤ウキクサの葉に、ネンジモ類は、 ソテツやツノホケ類の配偶体などに共生して窒素固定産物を供給している。また菌類と共生して地ル類を形成するものもある。1975年に発見されたプロクロロンは荒野と共生しており、単独の培養はまだ成功していない。かつて植物全体が単系統と考えられていた。時代には最も単純な藻類と考えられた。しかし、 分類学の発展から幻覚、深核の区別が重視されるようになると、これが別の境、あるいはドメインに置かれるようになった。また、細胞内共生説からは、藍色細菌は深核藻類の祖先型ではなく、それらが持つ葉緑体の起源であると考えられるようになり、細胞本体に関しては、系統上の連続性は認められなくなった。 葉緑体のリボソーム RNA の塩基配列は単系統を示し、さらに藍色細菌の系統樹の中に含まれる。これは植物や二次共生藻類のすべての葉緑体の直接の祖先が藍色細菌であること、さらに葉緑体を生じた細胞内共生が一回だけ起きたという仮説を指示している。藍色細菌の系統樹によれば最も古く分岐したのは チラコイド膜を持たないである。また、クロロフィル B を持つプロクロロンやプロクロロコッカスなどは藍色細菌の系統樹内に散在している。これはクロロフィル B を持つ藍色細菌、もとは幻覚緑層とも呼ばれたの出現が進化中で、比較的新しいことを示唆している。このような経過によって、細菌の一群であることを明確にするため、 藍色細菌やシアノバクテリアの故障が使われるようになった。細胞壁に外膜があり、グラム染色性陰性菌ということになるが、大腸菌などを含むプロテオバクテリアとは、モンレベルで異なる独立した系統を形成している。酸素非発性型の光合成細菌の光、合成装置としては、高化学系アイに似た、鉄用クラスター型のものと、 高化学系 E に似た機能型が存在しているが、一つの種にはどちらか一方しか存在しない。従って、藍色細菌の二種の光化学系は、二種類の酸素、非発性型光合成細菌の融合、もしくは遺伝子の水平移動によって生じたと考えられている。系統解析も行われているが、他の細菌と同様、研究者によって見解が分かれている。 キャバリエイコールスミスラは、クロロフレクサスデーノコッカス、サーマスが最も古くに分かれた系統であり、藍色細菌はその次に古いとしている。グプタラの例では、グラム陽性菌が最も初期に分かれた系統で、次にクロロフレクサス、その後藍色細菌と他のグラム陰性菌が分かれたという。2004年に提唱されたテラバクテリアというクレードでは、藍色細菌が、 クロロフレクサスモンやグラム陽性菌、デイノコックステルムスモンに近いことを示している。より藍色細菌に禁煙な細菌として、メライナバクテリアなど、藍色細菌モンに禁煙、あるいはツナレベルで、藍色細菌モンに含まれると考えられる系統も知られている。これらは光合成に必要ない電子を持たない。これらを含めた解析では、藍色細菌は、 他の細菌類から光合成に必要ない電子を獲得した形跡があり、光合成能を獲得したのは比較的広大25から26億年前になってからと推定されている。しばらく前には35億年前の化石とされるものが藍色細菌に似ていることから最古の光合成生物と言われたこともあったが、現在ではこれは認められていない。 確かなストロマトライトの化石は27億年前のものである。これに対応して地球大気の酸化的変化を示す島上鉄構想が出現することも、この頃酸素を発生するシアイロ細菌がすでに出現していくことを伺わせる。一方、細菌の 16A スな系統解析では緑色、頻ー細菌、クロロフレクサスが光合成生物としては最も、 初期に分岐したとされる。さらに光合成に関わる遺伝子の配列解析では、公職細菌が最も初期に分岐したという報告もある。このような知見が重なるとともに、生物間での遺伝子の移動がしばしば起こる現象である子が明らかになってきた遺伝子の水平電波。また、多くの光合成細菌の近煙には、非光合成細菌が見つかることは、 光合成機能が進化の過程で容易に失われることを示している。なお、藍色細菌門の中には、非光合成の種はまだ見つかっていない。とにかく、原生物の系統から光合成の進化を、議論するには、注意が必要であると認識されるようになった。2010年代以降、藍色細菌の禁煙系統として、 メライナバクテリアや ML635J-21 と呼ばれる非光合成細菌が知られてきており、酸素発生型光合成細菌の進化について注目を集めている。植物の葉緑体と同じ酸素発生型の光合成を行う。チラコイド膜に存在するタンパク質複合体のほとんどは、高等植物の葉緑体のそれとよく似ている。葉緑体とは異なり、 アイイロ最近のチラコイド膜では光合成の電子伝達と酸素呼吸の電子伝達画などを共有している。多くの種では高補修アンテナ装置としてフィコビリソームと呼ばれる複合体を持つ。フィコビリソームの構造としてこれまでに様々なモデルが提唱されているが典型的なフィコビリソームはコアとロッド構造を持ちそれぞれが テトラピロール色素結合タンパク質とそれらをつなぐ、リンカータンパク質から構成される。特に、ロット部に含まれる赤色光吸収タンパク質、フィコシアニンと緑色光吸収タンパク質、フィコエリスリンの比率が赤色光と緑色光によって調節される現象は、古くから知られており、コンプリメンタリークロマティックアダプテーション、捕食循環と呼ばれている。また、 クロロフィル B やジビニルクロロフィルを持つ種では、PCB と呼ばれる特殊なクロロフィル A、B 結合タンパク質を持つ種も存在する。アカーリアクロリスマリーナという藍色細菌は、クロロフィル A の代わりにクロロフィル D を主要な光合成色素として持っている。高化学系 I や光化学系 E の反応を中心では、クロロフィル D が光冷気で電化分離する。 光化学反応を起こすことが最近判明した。炭酸固定の基質として、細胞内に重炭酸イオン、箱を大量に蓄積する。カルボキシソームには、ルビスコ、リブロース1、ゴビスリン酸カルボキシラーゼ、オキシゲナーゼと炭酸脱水酵素が存在し、細胞内に蓄積した重炭酸イオンから、脱水反応でに酸化炭素を生成し、ルビスコに供給している。 カルボキシソームは、深核層類のピレノイドと、ほぼ相当な機関といえる。炭酸固定の初期産物は、ホスホグリセリン酸で、C3 型光合成と言えるが、細胞内に大量に重炭酸イオンを濃縮するため、ほとんど光呼吸を示さない点は、C4 光合成に似ている。等の藍色細菌からは、シアノバクテリオクロムと呼ばれる。 独自のフィトクロム様の光需要体が発見されている。これまでに青、緑色光、緑、赤色光を需要するシアノバクテリオクロムが報告されており、発色循環や走行性の制御に関わることが示唆されている。多くの藍色細菌のゲノム情報が決定されている。最初にゲノムが決定されたのは SPPCC6803 である。これは 1996年に、カズサ DNA 研究所のタバタラのグループによって報告され、生物として4番目、酸素発生型光合成生物として初めてであった。この種は、光合成の研究で最もよく使われている典型的なモデル生物である。その後、タバタラのグループは窒素固定をする SPPCC7120-2001 年、 高熱性の BP-1-2002 年、チラコイド膜を持たない PCC7421-2003 年と次々と代表的な種のゲノムを決定した。並行して海洋性のプリクロレコカスやシネカコカスなどが米や欧州の研究グループによって報告された2003年以降、さらに米、ジャギーや多くの機関でモデル生物や 生態学的に重要な種のゲノムが続々と決定されている。ゲノムサイズは小さいものは、類で180万円基体、大きいものはでプラスミドを含めて900万塩体を超える。これは7000個近くの遺伝子を持っており、深刻生物の酵母や原子構素よりも多い。市場性愛色細菌には様々細胞分化を示す種があり、高度に、 形態分化した細菌と言える。ただし、すべての史上性藍色細菌が、細胞分化を示すわけではない。ヘテロシスト、異質細胞、ヘタアシスト、シストというが、休眠細胞ではなく、酸素がある条件で、窒素固定を行うために分化した細胞。一部の史上性藍色細菌で分化する。一度これに分化すると、再び栄養細胞には戻れない。また、 窒素固定のための遺伝子を発現するために染色体の不可逆的な組み替えをする者も,もいる。異質細胞の細胞壁は特別に飛行し酸素を発生する光化学系 E を失っており、酸素に弱い窒素固定酵素、ニトロゲナーゼ、ナイトラジャネーズを酸素から守っている。休眠細胞、アキネテは細胞壁が飛行して休眠する。連鎖体、炭数、 ホーモゴニアム、複数、ホーモゴニアは、小型の細胞が連なったもので、寒天などの物体表面上を滑らかに移動する、滑走運動を示す。光合成色素は少なく、細胞分裂はしない。新しい媒地に植え継いだ時などに、市場性の栄養細胞から一時的に分化し、1日ほど、運動した後、運動能を失い、通常の栄養細胞に戻り、増殖を始める。 植物と共生するの場合、植物の抽出物が連鎖体への分化を誘導し、新しい共生相手を探すことに貢献する。水の花、青子を形成するものには、毒素を生産するものがいる。これらは総称して、シアノトキシンとも言う。特に哺乳動物の肝臓毒性や神経毒性を示す毒素が有名で、汚染された水を飲んだ家畜や人が死亡した例もある。 肝臓毒素としては、が生産する、ミクロシチンやが生産するの樹林などの、肝臓ペプチドや水の花を形成するアナベナ類が生産する、神経毒アナトキシン A などのアルカロイド、が生産する、神経毒シリンドロスパーモシンなどの裏シル誘導体、解毒としても有名なサキシトキシンなどのアルカロイド、などが知られている。卵巣は、窒素固定能力を持つため、緑皮。 有機肥料の一種に使おうという向きもある。水田で緑皮に使われることがある赤キクサルには葉の内部に穴ベナを強制させている。一部の卵巣は食用になり伝統的に世界各地で食材とされてきた。オレゴン州クラマスコに生息する藍色細菌は最近では免疫細胞への影響の面より研究が進められており注目されている。 アフリカや中南米の塩基製の塩湖で採取されて、食用にされてきたスピルリナ、学名、新生のは、これとは別種であるがよく知られるが、日本や中国といった東アジアでも、食材としての利用が算される。万葉集に、足つきという食材をとる女たちの歌がある。この、足つきとは、河川のヨシなどの茎に付着生育する年中も目の、卵層で、今日でも足つき。 あるいは川竹の和名で呼ばれる近縁の石クラゲの高山椒のこと。現在の日本でも黒を国家すめの水前寺のりは海石料理の高級食材として養殖され、その他の一部の藍色細菌も食べる地域がある。年中も目のファーツァイは内陸アジアのステップ地帯の地表に生育し、中華料理の高級食材であるが、乱獲による環境破壊により、今日では、 採取が禁止されている。ただし、藍色細菌には有毒のものも多いため、素人判断の童貞でむやみに食用とすることは危険である。アクアリウムにおいては、水槽のガラス壁面に沿った形で繁殖することが多い。不栄養化が進んでしまった水槽や消化菌のバランスが崩れた硝酸が多くなる水槽でよく発生する。外見も悪く悪臭を伴う。 対策として、メダカメの魚に食べさせたり、藍色細菌を除去する薬剤も販売されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。